ましょうか。どうですね。コンビニ、コンビニ見ましょうか。コンビニ作るで軽くやってやる。強かったから村の男たちが根を上げるような力仕事も平気でやった。その上気性が優しく黙々とよく働いた。その姿が牛のようだというところから村の人たちは牛女と呼んでいた。
感じですか。それについてはですね、あの明日からあの田植えが始まるので、9月には新米じゃなくて新聞が出るんで、コシヒカリ 1000% の、 新聞が出るんで、やったー、ワンパケ手押しで売りますんで、よろしくお願いします。ありがとう、よーほしさー。じゃあね、ほら今日はトム先生のね本出した日だとかね、コンビネーションアルバム出したからね、今日はねこれからちょっと、あ、そう、拍手、あとで、じゃあ次ちょっとよろしくお願いします。じゃあ、そんなコンビネーションアルバムから、3曲、すぐるくんが作った曲と、時田くんが作った曲と僕が作った曲を、1曲ずつ、じゃあね、じゃあ聴いて、よし、じゃあ、何回も聞いてますよ。何回も聞いてます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 。Thank you.
中。しこりすぎて痛くなりましたわ。結果もう3年ぶりのライブで今日3年ぶりの練習しました。あの僕の声聞こえますかね、大丈夫ですかね。もう全然こじゃあなんだっけか、一応物販持ってきてます。あとあ次回のライブなんですけども、おお予定ございません。一応あの私の毎年主催してる、佐久間家の、タウデタウデボア、今年もやりますタウデボア2024、マンカスコカインを筆頭に、300組ぐらい、バンドが出ますんで、もう私もちょっとトラクターに乗って、はい、経営しますね。地獄のような日々が始まるので、1週間ぐらい、イベントやりますので、新潟来た際はあのここら辺かなと思って立ち寄ってみてください。よし、じゃあ次行く？大丈夫？行く！行く！ほら、やるよ、やるよ。チャンス。じゃあミュージックスタート。やりましょう。なんだか喉が渇く。やったー。どうしたの？
中。おっとそれ、
ったら、あのこの3年間僕たちが何をやってたかっていう。ちょっと長いです。お米食べよう。ちなみに僕お酒をちょっと断つことにしまして。もう不参しかないですよ、僕このスピーダーっていうのもですね、僕21年の10月の23日にですね、うんちを漏らしました。エピソード3を作ってしまったんですよ。大丈夫です。3回目救急車で、重い話するんだよ。救急車で家まで来てもらって、救急車で大丈夫ですか、大丈夫ですか、住所いますか、いるだし、って言ってからこう記憶がバツってそしたらこう次バッってなったら救急車にこう固定されてて、じゃワイフが大丈夫って言って、ごめんごめんって言ってバツ切れたんですよ。で朝起きたらいろいろまみれになって起きて、でワイフに言われたんですよ。覚えてるって、何を言ったんですか。壁に触るなって言ったら覚えてるって言われて、ねえ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 、それはまあじゃあ僕なんか機会してやりたいですね。っていうことでね、ちょっともう怒られて、ちょっとうんちをね、ちょっと吹いちゃったんで、ちょっとお酒をしばらくちょっと我慢じゃないですけど、そんな感じですね。じゃあこんな感じで大丈夫かな。落ちはもうくれないところで終わりました。よし、おい。じゃあ3曲やって、じゃあみんなで仕込んで帰りましょう。
ありがとうございました。チュル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 チ
なんだ。おい、なんでよ。東京舐めてるのか、これ。おい、おい、もったいない。水、水欲しくさい。もう一回。ありがとうございます。もう一回、もう一回、もう一回欲しい、もう一回、もう一回欲しいやろうか、これもう一回できんだろ。いや、もっと絞れ、もう一発、もっと絞れ、もっと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 絞れ、もっとちょうだい、もっと出せ、ずっと勝負とかやれや。あと、そんなこともあろうかと。やっぱあれなんですよ、あの僕らほらドラム打ち込みじゃないですか、一応あのなんかこうもう想定して一応ちょっとあの2曲ぐらいちょっと用意してこれやったらあのじゃああれね、みんなね、あのあれしよう、解散しよう。じゃあ、ちょっと待って、おい、水いっぱい飲んで、いっぱい飲んで、いっぱい飲んで、もっと飲んで、もっと。東京って本当に暑くて、本当に暑くて。新潟まだ寒くて、意外と。ひどいこと言ったぞ。これはまあ、もう、まあね、まあ、どこの県もバカはいっぱいいますよ。そうですね。うんち漏らす人もいますし。よし、みんな、行くよ。
最後のやつ。